こういうこと。ああ、そう考えるとちょっと変わった。この会社で植物を見たら害悪だと思う。さっさっ瞬間終わったわ。うわ、霊夢がもうろうとしている。前回の油のガチャからずっとあんな感じでよ。オットセイのモノマネします。え？おーおーおーパーンパーンおーおー、正気に戻せよ。クレイモーおー、近い。お前はクレイちゃんではない。正気を取り戻せ。霊夢がここまで取り乱すとは。今回来たやつどれだけヤバいんだよ。説明文だけじゃそこまで危険な感じはしないんだけどね。現実逃避していても事実は変わらない。覚悟決めて業務に向かうわよ。それじゃあ15日目よ。昨日のミッション報酬として精神汚染中はガスを取得したわ。以前取得した報酬の精神力バージョンね。メインルームでの精神回復量が大幅にアップするわよ。じゃあ新しいミッション持ってるな。死亡及びパニックを出さずにクリアだね。わかってる。気をつけるから無言の圧はやめてちょうだい。相当根に持ってんな。さて今日から初期職員スーザンを勤務に加えるわ。また死ぬのかこいつ。いや今日は死亡実証のための出勤じゃないわ。ちゃんと装備整えてる。おいおい急にどういう風の吹き回しだよ。彼にはある役割ができたのよ。役割？まあおいおい話すわね。とにかく彼にもこれからは業務に参加してもらうわ。もう死亡させられるだけの存在じゃねえんだな。よかったなスーザン。死亡って何のことですか？オーケー記憶ねえ感じな忘れてくれ。そんじゃ業務開始よ。それで霊夢があんなに戦慄してたアブノマってのは。うわ、かなり大きいわね。大きな翼に。顔はペストマスクだねこれ。この子はペスト医師。リスクレベルはザインよ。え？ザインなのか？霊夢の反応的に少なくともワウ以上だと思ってたのに。ザインごときに何をあんなに。マリサマリサ。うん。廊下見てみ。うわ。ザインイコール安全の図式は必ずしも成り立たないわよ。ザインにも害悪はいるってわけね。それで何がそんなにヤバいんだこいつ？まあひとまずは作用してみよう。待ちなさい。急に何すんのさ。妹が顔に見えるつぼみたいな形に。こいつに対して私たちは一切作用しないわ。え？それじゃどういう能力持ってるかわからないじゃん。大丈夫どうせそのうち嫌でもわかるから。とりあえず今は放置して他業務をやっていくわよ。まあお前がそう言うならそうするけどよ。しかしペスト医師か。ペスト医師って名前の異常存在となると防災団のやつが思い浮かぶぜ。やっぱあっちと同じでこのペスト医師も何か治療を行うのか。職員に対し治療を行うアブノマよ。ちょうど霊明の試練持ったことだし対処しつつあの子がどういう存在かだけ解説するわね。片手まで処理されるローチロボ。ペスト医師は自らこの会社にやってきたの。世界は恐ろしい病に侵されていると考えそれを治療するため活動しているらしいわ。その病ってのはやっぱりペスト？いや、ロボトミー社がいろいろ探ったけど病の正体はわからなかったみたい。その正体不明の病を治すためにペスト医師は職員に洗礼を施して回るの。疾病的なものじゃなく心の病的なものなのか？話を聞いていると医学的な医師というよりは宗教の宣教師みたいな感じね。宣教師ねえ、あんま身近なもんじゃねえしちょっとイメージはきにくいな。キャスリン、キャスリンよろしくお願いいたします。変わらんよったわ。あとよければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それは宣教じゃなくて宣伝。真空の白昼だね。あのエグい見た目のサソリだっけ。前回は倒した後の霊明ピエロでめちゃくちゃにされたのよね。今回はきちんと対処するわ。まずは倒すギリギリまで削るわよ。うん、何度見ても喫色悪いわね。しかしこの後ピエロたちが出てくるということは今は中にいるってことよね。いっそあいつらがこのサソリの側を操作してたりしてね。こういうこと。ああ、こう考えるとちょっと可愛いかも。一人サボってんじゃねえか。よしそろそろ削るのをやめて引いてちょうだい。そして施設のところどころに職員を配置してから改めて削り切るわ。これが俺本体のハンサムだな。ハンサムではねえだろ。そんなにショックだった？職員が散らばってたおかげで霊明も即鎮圧できてるね。紫同様所詮初見殺しよ。緑以外の発注なんて敵でもないわ。クリフト暴走ね。あ、ベスト医師に暴走が。ついに来てしまったか。これも無視すんのか。いや、こいつに暴走がついた場合は絶対に無視できないわ。でもさっき一切作用しないって。私たちメインメンバーはね、おめえの出番だぞ。スーザン、やっぱイケミエじゃねえか。そうとも言えるしそうでもないとも言える。彼を勤務に参加させた理由の一つがこれよ。大ペスト医師用のデコイだったわけね。デコイってんじゃねえか。まあとりあえずこの作用でペスト医師の概要が少しはわかるかしら。作用が始まったね。今のところ穏やかで変わった様子はねえが。このペスト医師、作用結果が良いと特殊能力を発動するわ。うわ、いるんじゃねえかとは思ってたがついに出たか。作用結果良いがダメなやつ。作用結果悪いでも発動するわ。つまり結果普通を出さないと能力の発動を許すわけね。いやふざけんな、中間廊下なんて狙って出せねえだろ。スーザンの運命は。おお、スーザンよ。やるじゃねえかスーザン、見直したぜ。いや何事もなく済んで本当によかったわ。それじゃもう一回作業入ろうか。なんで？なんで？ねえなんで？だって実際に効果見せないとみんなも視聴者もこいつがどうあかんのかわからんでしょ。いやまあそれはそうだが、実際今のところ霊夢があんなに絶句した理由もわからないし、カカシの方がよっぽど大悪に見えるもんね。スーザンを連れてきたのはデコイが理由だけど、その流れでペスト医師の能力を見せるためってのもあったからね。貴様は、そう、貴様は積んでいたのだ、初めから。あーなんか始まったー。ベスト医師とスーザンが近づいていく。スーザンが翼で追われちゃった。な、何されてんだこれ。食われてんのか。食うなんてやばんな。これがさっき言った洗礼よ。ベスト医師は洗礼を通して職員に祝福を与えるのよ。祝
服に反応すんな、座ってろ。祝福を与えられた職員は大幅に能力が強化されるわ。え？ならいいじゃん。メリットだけで終わるわけねえだろフラン。どうせ強化後数分したら死ぬとか周りを無差別に攻撃し始めるとかそういう致命的なデメリットが。え？は？霊夢。何かしら？こいつ本当にザインか？ベスト石は間違いなくザインよ。ねえ、翼増えてない？さっきまでは二つだけだったはずよね。で、スーザンがもらった祝福。宗教画で見るような光輪のギフトがついてるわね。全ステータスプラス6の破格の性能だけど。あの時計に刻まれた名前といい、要はマーキングだよなこれ。で、あの時計には秋はクラマダ11。あの時計の全てに名前が刻まれた時、一体何が起きるんでしょうね。もう一つ言っておくと、あの時計の針の進みは、一度進んでしまえば二度と後ろには戻せないわ。その日はやり直そうがチェックポイントに戻ろうが、一日目からやり直そうがね。さっき言った通り作業結果普通を出さなきゃ針が進む。だからスポン作用せず無視しなければいけない。けどクリコと暴走がつけばそうはいかない。仮に暴走を無視した場合はまだ洗礼してないランダムな職員を利用しておびき寄せ洗礼するわ。え、でもそれなら赤い筒の時みたいに利用を解けばいいだけじゃ。残念、ベスト石の利用は特別性で利用は解けないわ。だからベスト石にクリコと暴走がついた場合、デコイ職員に普通が出ることを祈って作用させる。その時点で1日をクリアする。その日をやり直す。この3つ以外選択肢はないわ。そしてクリコと暴走は段階が進むごとに発生数が増え、ベスト石の抽選確率も上がる。コースを終了した時点で長い残業はほぼ不可能になってしまったわ。あれ味方では敵に決まってんだろ。でもそれならすでに祝福された職員に暴走対処させればいいんじゃ。残念ながら祝福済み職員はベスト石に作用は行えないの。祝福はお一人様一つまでとなります。人材対策か何か。とにかくいかにベスト石の作用を避けるかが肝よ。しばらくは時計を埋めないよううまく立ち回っていくわ。しばらくはってことはいつかは埋めるの。いつかはね。ガチャの時間だ。ベスト石レベルでガチでヤバいってのはもうないと思いてえな。まあ結局ここばかりは運だけどね。血を得るほど美しさが増す。吸血するタイプの何かか。あら、盗賊かしら。最近はここの霊夢の反応でなんとなくヤバいやつかわかるんだよな。さて、こいつは。おおおおパンパンおお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 お。失礼取り乱しました。霊夢が落ち着くまで3分かかりました。何みたいなのやめて。最近真ん中縛りの悪魔が微笑みまくってるわね。いっそ爆笑してねえかな。もうとりあえずミッション報酬再生リアクター以下略を取得するわ。メインルームに敵対存在が侵入していても回復機能が働くようになるわ。そういえば今までは停止してたわね。後々さらにありがたくなる報酬ね。さて今日は教育チームの方にミッションが来たわね。職員をランク4以上に昇進させればいいんだね。ちなみにこのミッションがスーザンを参加させたもう一つの理由よ。彼をランク4に上げてクリアするって流れね。あ、でこいだけじゃなかったのか。最初の予定ではとにかく石で達成予定だったんだけど、うっかり最大まで上げちゃったからさ。遂行能力の欠如。ん？え？あれ？ちょっと待って。どうした？なんでテスト石コントロールチームにいるの？え？うわ本当だ、殺人者と入れ替わってやがる。私たちに入れ替わって。いいともうそれ。これもテスト石の能力よ。この子はより広範囲に洗礼するため1日ごとに移動するの。次々他と石を入れ替えるから収容域はどんどんめちゃくちゃになるわ。こんの医者ほんと。まあこの能力は利用したりもできるから。さてで雇用職員を新たに1人雇って、いざ16日目よ。さてさて今日来たのはどんな子かな？点々と花の咲いた木かしら。見た感じだと桜っぽいね。それじゃ悟り、作業お願いね。見た目は赤い靴と同じくらい平凡な木だけど、一体どういう能力を持ってるんだ。特に何事もなく終わったわ。あ、花が咲いた。おお、綺麗だな。引き続き作業を続けてちょうだい。終わったわ。どんどん開花していくよ。おお、雅だな。霊夢、これ本当に害悪なのか。こんなに綺麗なのに。マリサ、一つ良い知識を授けてあげるわ。この会社で植物を見たら害悪だと思え。植物オール害悪。先は外敵ともじゃない。魚は友達餌じゃないの。大量しかしここまでがっつり和風なアブノマもいるとはな。アブノマもいろんなやつがいるからね。急に俳句で喋るな。まあまあ今は管理をしましょう。単価だった。これで3回目の作業も終了よ。わあ、ついに満開だ。美しいな。思わず見とれてしまうぜ。オフィサーたちも桜に見とれてるみたい。おお、本当だ。いや、魅了されてねえかこれ。赤い靴と同じ魅了系のアブノマだったのね。ちょっと待った。魅了数が多くねえか。もう少し数えるの頑張れや。この桜は満開になると5人の職員を魅了するわ。そして収容室にたどり着けば桜に引きずり込まれ死亡すると養分にされちゃった。この状態で作業を終えた場合、桜は光り輝いて花を散らすわ。それと同時に全職員の体力精神力を全回復させるの。おお、メリットもあるんだ。とはいえ魅了を5人に付与されるのは結構厄介だよな。でも赤い靴みたいにステータスが育てば職員にはつかなくなるとかあるんでしょ。んなもんないわよ。え、んなもんないわよ。2回言うな。改めてこの子の紹介よ。この子は墓穴の桜。リスクレベルはテスよ。ちょっとタンマレイム、はい、赤い靴はヒーなんだよな。そうよ。
なんかおかしくねえか？おかしいわね。そう、こいつ完全なランク差症よ。脅威度は完全に非のそれね。花が咲いていく条件、すなわちカウンターが下がる条件も作業結果良いなのがまた面倒くさいわ。ベスト石に引き続きかよ。まあ見せた通りメリットもあるからうまく付き合っていきたいわね。さて1段階目のクリフォト暴走が迫ってるわ。ベスト石につかないことを祈る時間か。デコイがいるから1回までなら大丈夫じゃないの？1段階目で来られるとその後が対応できない可能性があるの。ここで来るようなら1日のやり直しも視野よ。まあ1段階目の暴走は2つだけだから抽選確率はそこまで高くな、そこまで高くな、そこまで高くな。21日目やり直しよ。再挑戦でも移動すんのかこいつ。今度はカカシと入れ替わったみたいね。私たち入れ替わってるよ。あんたが入れ替えてんでしょうが。あ、桜がまた満開ね。誰が魅了されてるか確認しないと。サトリー、また魅了されてるよ。もう赤い筒のトキとよく魅了されるやつだな。魅了にかかりやすい体質だったりするんかな。アリスが催眠にかかりやすいみたいな。やめとけ。マリサまた満開。あ、今度はクランか。あ、もう早く正気に戻ってちょうだい。クソ、ステータスで魅了を抑えられないのかなり厄介だな。また満開だよ。あ、もう今度は誰が魅了されてる。4人も抜かれた。おいおいおい、一気に4人で対応間に合うかこれ。ママのマリサを起用。キツオキ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 オひたすら桜に振り回された一日だったわ。霊夢が赤い靴以外魅了系はクソと言ってた理由がわかるぜ。逆に赤い靴って本当に有用物件なんだね。魅了は一人だし育てがつかないし取れる装備も優秀だし育成にも有用。そう考えると本当に良いやつだなこいつ。優秀。秀逸、見た目も綺麗。元から真っ赤だろ。ミッションもしっかりクリアできたわね。無事スーザンもランクを職員になったわ。これからは彼も一戦級ね。アブノメガキャだね。最近ヤバいの続きすぎだからそろそろいい感じの来てほしいぜ。私としてはこのタイミングで収容しときたい子たちがいるんだけど。お、これはこれは。お、もしかして狙ってたやつ？ビンゴよ、これは助かるわ。ってことは外悪系列ではないんだな。久々に安全そうな感じでよかったぜ。次回は楽しくなりそうね。ベスト石様、ああなんてお優しい方なのか。祝福をもらってからしっかりベスト石の信者ね。あの盲信状態と付き合ってくの面倒くさそうね。もともと似たようなの抱えてた仕事でしょ。それもそうね。